こんにちは、ウォッチ買取応援団です。本日はロレックスオイスターパーペチュアル36116000についてご紹介していきます。オイスターパーペチュアルは1933年に登場した日付機能を持たないスタンダードウォッチ。ロレックス創業当初から長く製造され続けている歴史あるモデルです。現行品は4種類のケースサイズがラインナップ。今回ご紹介する116000は現行品メンズサイズの小さい方になります。これといって目立つ特徴がなく、そこが逆に魅力にもなっているオイスターパーペチュアル。シンプルゆえカジュアル、ビジネス、スポーツと様々な服装に合わせられるメリットがあります。服のデザインを邪魔せず程よい高級感が演出できる優れものです。ここからは外装やスペックについて触れていきます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。ではまず機能から見ていきましょう。オイスターパーペチュアルはシンプルな三進構造。ムーブメントはエクスプローラー1と同じキャリバー3130を搭載しています。日付機能を持たないのでリューズでの操作はゼンマイでの巻き上げと長針操作のみとなります。オイスターパーペチュアルというモデル名はオイスターケースというロレックス独自の防水防塵性の高いケースの名称とパーペチュアル機構という自動巻き機構の名称をそのまま組み合わせたものです。どちらも1920年代から30年代、腕時計業界に大きな影響を与えたロレックスの偉大な発明技術であることは有名な話ですね。一見ただの三進ウォッチではありますが、ロレックスが何年もの間シンプルに実用性能を追求した結果出来上がっているのがこちらの現行品であり、こうして手にしてみるとこれ以上足し算も引き算も不要であることがよくわかります。こちらの個体はブルー文字盤369インデックスという組み合わせですが、実に多くのカラーの文字盤展開があることがこのモデルの魅力です。オーバーホールのたびに文字盤デザインを変えてみるのもありだと思います。ロレックスの時計の中ではパーツ代、メンテ代が安価であることも魅力ですね。ケースサイズは36ミリ径、12ミリ厚、小ぶりで薄く横から見た場合の丸いフォルムが特徴です。ベゼルはドーム型と呼ばれるこれまた丸みのあるデザインで、ポリッシュ仕上げが施されています。硬さがあるというか軽々しくない光沢感が出せるのはロレックスの時計に使われる素材の良さによるものです。ブレスレットはサテン仕上げの3連オイスターブレス、ブレスバックルはシングルロックです。革ベルトに交換すればブラックスーツなどフォーマルシーンにも使えるデザインですね。幅広いシーンで使えるので1本持っておくとかなり重宝するかと思います。新品でも50万円台前半で購入できてしまう価格設定も魅力ですね。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。